とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日は、ボスラッシュ、やっていきたいと思います。使う装備は、これですね。覆われた怒り、タイタンの鎧、そして、残忍な魂のクロスボウですね。これは、影の断片を使って、影凸ビルドをやるやつになっております。影凸ビルドでボスラッシュ行ってみましょう。それではまずはムーシュルームモンスターズ行きましょう。今回の怒りが虚無、そしてクリティカルが入ってます。なので虚無の、毒ダメージである程度いけるんじゃないでしょうか。はい、ある程度っていうかもう全然余裕でいけるね。これだけでいけるぞ。次、レッドストーンの怪物いきましょう。いいかな。よし。何それ、何それ、何その動き。せい。こいつの方が HP 低いか。そうだったな。それでは大釜いきましょう。大釜はね、多分 HP 低いんでワンパンプラス1回毒ぐらいかな。いきます。ああ、いやいやいや、毒すらいらなかった。ただのワンパンだった。次、名もなき者いきましょう。こいつは HP 低い、それは分かってる。うん、ワンパンだ。さあ、どこに出てくる。おしまーい。余裕すぎで、この出てきた雑魚も、まあ、こんな感じで影凸だよね。毒ダメージで死ぬか。あ、いや、無理か。それでは、続いて、邪悪な村人行ってみましょう。こいつは多分、チビはワンパンなんだよね。で、次が、出てくるまでに、あ、溜まったね。うん、影の断片が溜まるまで待ったりとかね、そういうのがあるから、ちょっときついんだよね。このまま倒そうか。あ、いける。どうしてもあのクールダウンショットがないんでダメなんだよね。うん、ドラが回復しないので。よし、 OK。 おーし。次、ジャングルの魔物いっちゃいましょう。多分ワンパンきついかな。うん、まあまあ一応ギリギリまで待ってみましょうか。いつね、これ無敵時間がなくなるかがちょっとわかんないんだよな。多分この胸の花が多分影響してると思うんだけどね。もういいっしょ。しゃ、あー、いけたー。この毒ダメージでこうじわじわ倒していくの気持ちいいね。次、邪悪なレイスいきます。こいつもまあ無敵時間はできたんだけども、HP 自体は少なめなんで、まあまあワンパンでしょう。ほら、まあワンパンっていうか、毒ダメージでじわじわっていう感じだね。無敵があっても余裕。さあ、次はテンペストゴーレムですね。行きましょう。とりあえず、ここ全部解放しちゃいましょうか。無敵時間を使って、無敵というかこの透明化を使っとけば、ああ、簡単だ。簡単に、ここを解放することはできるけども、若干時間が足らんか。ちょっと待って、一回倒しとこう。OK。行くぞ。ああ、ダメなんだ。毒ダメージじわじわ行くかと思いきや、いかないんだね。なるほど。ミスった。ミスった。完全にミスったわ。あ、オッケーオッケー。まあまあ、これで、パワーポーションを取ってるんで、このまんま、あと一発入れれば、倒せるでしょう。オッケー。いきます。うん。なかなかちょっとワンパンは難しいかな。
それではコライガーディアン行きましょう。問題がソウルが足りるかどうかだよね。と途中のトゲで死なないか。頼む。ああまあまあまああと一発、いや二発だな。でいけそうな気がするね。ああまあまあこいつらは普通に倒せるし、あ息は持たないね。あと一発でいけるか。よし、オッケー。トゲもうついてるよね。なんかこうビョンって出てるから死なないかな。おお、ギリギリ。おっしゃー、よかったー。ああ俺が死ぬよかったー。さあそれでは行ってみましょうか。ああ消えちゃった、消えちゃったかー。最初からねダメージを入れに行きたかったんだけども、まあまあまあソウルはまだ余裕があるし大丈夫でしょうし、あと10秒間あるから出てくるかな。あいけるなこれ。しゃあ半分、いい感じ。本当だったらあれプラス毒ダメージでもう倒してるはずなのよ。うん、まあここはここでちょっと耐えときましょう。無駄な戦闘しなくていいっていうのはやっぱいいね。うん、安全に行けるっていうのがやっぱり影凸の最大の特徴じゃないですか。 OK いけるね。しゃあらHP 残った、マジか。いや残らないかなと思ったんだけどね。まあまあ次で終わりだよ。3発、うん、まあ無敵があるから仕方がないのかな。もしくは痛みサイクルとかアーティファクトシナジーとかもうちょっとダメージを乗せていけばいけるもんかな。はい、ということで今日は影凸ビルドでボスラッシュやってみました。影凸やっぱね安全です、すごい安全。ただクリアするのには若干時間がかかります。うん、若干時間がかかるのよね。まあ敵をほとんど無視していけば全然早くはいけるんだけども、うん、まあまあ安全で高火力出せるのでなかなかおすすめです。ではまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。